片付きの早さやくさ。本日は部屋を片付けるだけで発達障害が改善する、片付けることのメリットとその方法についてお話しいたします。発達障害、アスペルガーや特に ADHD を持っていますと、とにかく部屋が散らかっていて、いろんなところにいろんなものが置いてあるなんてことがよくあります。基本的にずっとその状態ですから、それに慣れてしまって別に気にならないよなんてね思ってる方いらっしゃると思うんですが、実は無意識のうちにコルチゾールというストレスホルモンが分泌されているんです。そのことによって体の免疫機能が下がりますので、風邪とかウイルスに感染しやすくなりますし、肌のトラブル、ニキビができてしまったりなんてことにもつながるんです。ただでさえストレスにさらされやすい発達障害の人が余計部屋でストレスを感じてしまうと、発達障害がさらに悪化してしまいますし、いろんな困ったことが起こるんです。なのでこの動画見ていただけましたら、モチベーションが上がり、今すぐ片付けたいというふうになりますし、その具体的な片付け方なんてのも分かりますので、ぜひ最後までご覧になってください。というわけで、部屋を片付けることのメリット、まず一つ目が情緒の安定ということです。先ほど話したコルチゾールというホルモンは、朝目覚めるためにね、起きる30分前ぐらいに体から分泌されたりとか、実は必要なホルモンなんです。ただそれが過剰に分泌されてしまいますと、それが脳に再吸収され、海馬という記憶を司る脳があるんですが、そこの神経細胞が萎縮してしまい、最悪の場合うつとかになってしまうんです。またさらにちょっと怖い話をしますと、基本的に発達障害の人はワーキングメモリーの能力が低いので、目に入ったものを全て第一優先事項みたいに考えてしまうんですね。そう、アスペルガーの傾向で優先順位をつけるのが苦手なんて聞いたことあると思いますが、これをやんなきゃいけないのにいろんな情報が入ってくるから、目の前のことに集中できない。そして頭の中がパニックになり、嫌な記憶含めいろんな記憶が反芻し、そのことによってさらにコルチゾールが分泌されるっていうね、もう最悪の負のスパイラルに入ってしまいますので、とにかくもう何でもいいから、いいから部屋片付けてください。もう情緒安定するにはまずそこがスタートです。具体的な片付け方というのは後ほどお話ししますね。そして部屋を片付ける2つ目のメリットが、なくし物がなくなるということです。皆さんが物を探している時間の1日の平均ってどのぐらいかご存知ですか？これはコクヨという企業が調べたところ、だいたい1日20分は物を調べている時間があるんですって。これ1年にしたら150時間です。恐ろしいですよね。特に ADHD の人なんかはもうあっちらこっちら散らかっていて、どこに何置いたかっていうのがね、分かんなくなって、鍵とか財布とかね、よくなくしてしまう。家に置きっぱなしなの駅で気づいて戻ってたら遅刻するなんてことがね、たまにあるじゃないですか。そういった無駄な時間というのを削り、自分が本当にすべきこと、したいことに集中することができるんです。もし年間150時間自分がやりたいこと、副業とかアートとか趣味とかに費やせたら、もうどれだけ成長してんのって話じゃないですか。なので片付ける作業って結構大変かもしれませんが、例えば使ったらすぐ戻すとか、ご飯食べたらすぐ洗うとかだったらできますよね。よし片付けようと思ってやんなくても、もう食べたら片付けるっていうのを習慣化させてしまえば、頑張って片付けとかって意気込まなくて大丈夫なわけです。もちろんその習慣って結構難しかったりするんですが、まあ結局の話、教育ですから、あ、自分にはまだまだ教育ができてなかったんだなと、これから改善しようという気持ちを持って、使ったらすぐしまう、出しっぱなしはしないというのをね、意識づけていってください。そして最後3つ目が、やりたいことができるということです。後回しにしてしまうなんていうのは ADHD によくある特性ですけれども、例えば勉強しようと思ってもまず部屋の片付けから入りますよね。ただもしそれ部屋片付いてたら、まあ、やるしかねえなっていう状況に持っていけるじゃないですか。どうしても新たなことをするとか難しいことにチャレンジするってなると人間億劫なんですよ。だからこそそれをせざるを得ない状況にね、自分を持っていくために日々部屋を片付けておくということを意識してください。とはいってもついついめんどくさいなと思ってしまう方は、食べ終わった食器を置いた瞬間に、あ、コルチゾールが分泌されてしまう、体がってね、危機感を煽ってもらえば、一歩踏み出してね、洗い物とか片付けとかすぐできるようになりますんで、意識していってください。そして、じゃあ部屋の片付けが大事なことは分かったと。でも、やっぱり片付けようっていうスイッチが入んない、気持ちになんないんだよねと。出したら片付けは分かった、でももうこの今惨憺たる状態をもうどうすればいいのという方に、部屋をね、もうスムーズに片付けられる方法を3つ紹介いたします。まず1つ目が、人を呼ぶということです。
友達とか呼ぶ際はめっちゃ片付けのスイッチ入りません？長年付き添ってる友達というよりも、まあ、ちょっと距離感のまだある知り合いを呼ぶとなったら、人間恥じらいがありますから片付けるスイッチが入るんです。これは応用行動分析という分野の中で人が行動する理由の一つとして挙げられているのですが、人は恥をかくことをとても避けるので、そういった羞恥心を使って反強制的に片付けざるを得ない状況を作ってしまえば、必死になってあなたは片付けるようになります。とは言っても、呼べる友達いないよという方は自分の部屋晒すなんてのもありかもしれませんね。 Twitter や SNS なんかで明日の12時までに全部片付け終わらせますと、そしてその片付けが終わっていようがいなかろうがその状況の写真を貼りますと、そしたら世界中に自分の部屋というのが晒されるわけですよ。そりゃ散らかってんの恥ずかしいよね。なので、そういった強制力を活かして自分のケツを叩いていってください。そして片付ける方法二つ目が、人に頼むということです。どうしても自分でやっていたら、漫画とか見つけたらそれ読んじゃうし、アルバムとか見つけたらこういうこともあったなとか言って、もう全然片付け進まないってことあるじゃないですか。なので、そういった片付けコンサルタントっていうんですかね、片付けをやってくれる業者さんとかトレーナーの人にお金を払ってお願いしてやってもらうというのが手っ取り早いです。特にね、本当に発達障害の人は片付け苦手ですから、もったいないななんて思う気持ちあるかもしれませんが、もう諦めてさっさと人にお願いするというのが一番早いです。さらにまた散らかるということもなくなりますので、ぜひ一度調べてやってみてください。そして最後3つ目が、物を捨てるということです。片付け苦手どうこうっていう以前に、物が多かったら片付かないんですよ。収納スペース以上に物があったらそりゃ片付かないじゃないですか。なので、とにもかくにも物を捨てる、そしてその捨てるラインというのも結構厳しめにしてください。例えば1週間以上着てない服は捨てるとか、3日以内に触っていないものは全部捨てるぐらいのね、勢いで思い切ってやらないと部屋片付きませんので、とにかく捨てるということを意識していってください。もう僕は特性上、部屋が散らかってしまうと片付けても片付けてもすぐ散らかるっていうことを分かっているので、極力物を買わないんです。超ミニマリストです。また最近でもやっぱもったいないなって気持ちあるけれども、ヨレヨレになった T シャツとか冷蔵庫に眠ってる使わない調味料とかもどんどん捨てるようにしていますので、ぜひ皆さんもとにかく物を増やさない、そして増えてしまったら捨てるということを意識してスッキリした部屋にしていってください。部屋が散らかっているというのは発達障害の人にとってとても死活問題です。情緒は安定しないし、物はすぐなくなるし、やりたいことに着手することもできなくなります。なので、定期的に人を呼んで片付ける習慣をつける、もしくは人に頼んで一気にきれいにしてもらったら、なるべく物は増やさない、そして捨てていくということを意識して常にすっきりした部屋にしていってください。今日の動画に関連して、先延ばしを防ぐ方法ですとか、 ADHD の人が遅刻する理由とその対策なんて動画を動画説明欄に貼っておきますので、ぜひ一緒にご覧になってください。今日の動画がいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。また、僕は毎日夜8時過ぎくらいから YouTube ライブを行っております。悩み相談であるとか、面白おかしく雑談なんていうのをやっておりますので、部屋片付かねえなーなんて方は、僕のね、配信をラジオ代わりにして部屋の片付けしていってください。整理整頓掃除、何よりも大切なことですので、重い腰を上げてぜひ頑張っていってください。あなたの成功を心より応援しております。以上、かずきでした。